こういう山。ナイス。でももうお二人の関係値は結構なんじゃないですか、うん、吉嗣さんと大西さんの関係値って結構もうどれぐらいになるんですか。でもやっぱ一番最初の共演とか、まあ、出会いとかって。でもなんか私が2012年のデビューなんだけど、はい、まあ、その時にこういろんなところにこうモブとかね、ちょい役でお邪魔させていただいてた時に、はい、うん、もう本当に松岡さんなんか毎日いるなみたいな現場にも、もう、いやめちゃくちゃ会ってましたよね一時期、うん、なんか謎のなんかね、はい、まあ、今やってる、はい、今やってないけど、うんうん、まあ、今度やるやつで、うん、はい、なんか桜草みたいな感じの、ね、作品があるの、うん、はい、うん、ありますね、サイカノっていう作品ですよ、うんうん、はいはい、なんかあの時の座組みたいな感じで、うん、結構なんか1週間に何回あるんだろうみたいな、うん、でそれがずっと続いていくの、はい、うん、そんな感じだった気がするな。てかなんか茅野さんとかこの茅野の松岡ラインがめっちゃ合うなみたいな感じで、ね、ほんとひどい時、ひどいって言ったらあれだけど週5とかで会ってた時あって、すごい週 5? すごいなと思って、さすがにすげーっすね、それは、うん、でもなんか、がっつり役、私がオーディションで受かって、はい、松岡さんもオーディションで、はい、がっつり共演は何ですかね、三日倉ですか、あとからへんですかね、うん、ソーマとかサイカノとかミカズラとか断末だ、うん、かもしれない私もね、うんうん、ということでいろいろとお話を聞いていきましたがですがね、はい、ここで大西さんにお悩みを、松岡さんに相談してお悩みを聞いてみたいと思いますが、はい、ありますでしょうか。いやなんかね改めて考えたんだけどそんな重大な悩みはなかったので、うん、普通な感じで言っていいですか、うん、朝がこう弱いんですよ私いやもうあれ誰かと同じような聞いたらヒタルさんと同じですうそヒタルさんとかぶでもさなんかもう大人だしこの仕事してるともう起きられないとかそういうレベルではないの。だって起きなきゃいけないし現場行かなきゃいけないし、はい、なんだけど起きるんだけど、うん、もう睡眠時間の長さに関係なく朝が来ると絶望してしまうの。何時間寝ようと、はい、この絶望感をなんかこうプラスに変える朝が来てもなんかわあ朝だって思えるなんか方法がちょっと知りたいんです。教えてほしいんですよね。わかる？めっちゃわかります。絶望めっちゃわかります、ね、絶望するよね。また今日も日が昇ったみたいになるもんね。なんか別に嫌だとかじゃない、なんかその日が嫌だとかじゃなくて、そうなの、その日の内容に関わらず、うん、朝が来たことになんか切ないというか、そう、とどまっていたい感じがあるよね。わかりますか？これ全然わかんない。僕ら全然わかんないから。朝強いんですか？松岡さん。いや朝は起きるもんでしょ。いやだから起きるのはもう社会人として起きてるじゃないですか。それは、うん、例えばなんか朝起きてなんか何かをやるローテーションってある？風呂入る、風呂入る、まあ、ご飯ちょっと食べる、食べるぐらいですかね。で出るって感じですかね。支度して。うん。これおっと何かシンキングタイムですね。脳内会議シンキングしてるこれは。朝起きて現場行くのが嫌とかじゃないのよね。現場別に嫌とかじゃないんですよ、行動するのが、うん、でも朝来ちゃったっていうこの朝に対する絶望をこう朝を好きになりたい、うん、どうやったら朝好きになります。あこれいいのあるかもしれない。え、何何何知りたい。これみんな結構悩んでると思いますよ、まあ、確かに、はい、これねとある先輩の話なんだけど、はいはいはい、はい、朝の、ローテーションで植物に水をやるんだって。ほう、そうすると植物って1日ごとに目に見えて成長していくからすっごい楽しくなるんだって。なるほど。ほんとちっちゃい観葉植物でもいいし、はいはいはい、もうでっかいなんか植木鉢に入ったやつでもいいし、はいはい、に
あの朝起きて、あのそのまあ何かのついででもいいし、なんかそのローテーションの中に組み込んで、うん、一つは確実に目に見えて成長していくわけだ、はいはいはい、それがなんかねすごい楽しくなるんだ。なるほど、確かにすごいわかるよね。なんか生命に基づいてますね、うん、いや一緒にして人間の一緒にして本能的なその喜びを、うん、だからこうツンツンってするってことですよね、うん、なるほどね。自分が水をあげてこいつを育てている、はい、育んでいるんだぞっていうことを朝感じる習慣をつければ、うん、そうですよ。じゃあちゃんと成長するものを買った方がいいね。確かに苔とかだとあんま意味ないってことだね。目に見えて、しかもなんか日陰な感じですもんね。なんか、うん、苔確かに確かにカーテン開けてあげなきゃみたいな。太陽で育つやつだとより太陽が好きになるじゃないですか。ああ天気がいいと、あこいつ今日もよかったね天気よくてって気持ちになって、うんうんうん、太陽が好きになったら朝好きになる。トマトとか買おうかな。ああ買おうかね。トマトのね苗とか、確かにあの出来上がるの楽しみ。そうだね今、うん、あミニトマトなら簡単、うん、かわいい。今コンビニとかでも簡易キットみたいなの売ってるもんね。あそうなんですか。コンビニで売ってるんですか。じゃあもう簡単ですね。あすごい一気に解決しました。始められます。始めたいと思います、うん、ありがとうございます。毎朝写真送りますね松岡さんにパシャッ今日はこのぐらいでした。パシャッ今日はこのぐらいでした。今日は枯れました。吉嗣さんが嫌いに朝が嫌いになっちゃう。松岡さんがやばいやばい、うん、うわ朝が来たってパッキリパッキリありがとうございます。あいやまあ本当にね、今日も沙織が来てくれたということで、はい、いやなんかね、まあ、新しい感じでどん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 ハンバーグがでっかくなってくるの面白いね。なんか面白いですね、うん、1年経って2年目になりますけど、うん、そうですね、はい、そんなにやってるんだ。そうなんですよ、はい、この間1周年ですね、前回がそう1周年、はい、うん、そうなんです。そっか、どこまでいけるか分かんないけど、うん、皆さん、はい、毎回毎回楽しみにしていてください。これからも頑張っていきます。でまた沙織の方も、はい、あの機会がありましたら、はい、来てくれたら。私あそうだ、次来た時はあのツグバーグ食べたいんで、あの手作りでよろしくお願いします。予約が入りました。はい、予約しておきます、はい、俺一回事務所にやるとダメだなリアルなやつ、うん、ちゃんと時間確保してスケジュールを押さえてもらわなきゃいけない、ね、確かに午前中半休にして16時からにして、はい半日かけて作るんですか。仕込みから。いやいや仕込みからとかじゃなくて、うん、だいたい余裕を持ってやりたいじゃん。あ、まあまあ確かに。切羽詰まりたくないですよね。焦りたくない。確かに、いつも通り、そしたらあのタッパーに詰めて、うん、家から持ってくる。おー、じゃちょっとその余裕ができたらまたゲストに呼んでいただきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ではそれではまた次回お会いしましょう。ここまでのお相手は松岡芳嗣と天崎浩平と岡崎美穂と大西沙織でした。私が神です。また強く